カステランマーレ・デル・ゴルフォは、イタリア共和国シチリア州、トラーパニ県にある、人口約1万5000人の基礎自治体。標準イタリア語以外の言語では、以下の名を持つ。コムーネの名は、イリエのほとりの海の要塞を意味し、港にある中世の城にちなんだものである。なお、イリエも、この城から、カステランマーレ・ワン・ゴアルフォー・ディ・カステラマレイと呼ばれている。 トラーパに県北部のコムーネである。北にティレニア海の入り江に面している。隣接コムーネ隣接するコムーネは以下の通り。海にほど近い城この地は古代ギリシャの都市、セジェスタの外交であり、またエリミ人の主要都市の一つであった。現在も盛んである。この町の漁業は古代まで遡る。今日では観光も重要な産業である。コルレオーネ同様にこの町は、 アメリカマフィアの関係者の出身地として知られている。特に、サルバトーレ・マランツァーの、ステファノ・マガディーの、ジョゼフ・ボナンのらがここの出身である。この町にルーツを持つマフィアたちが多く関わったことから、1929年から1931年に、かけてのニューヨークでの抗争は、カステラン・ンマレーゼ戦争と呼ばれている。また、シルベスター・スタローンの父であるフランクもこの町の、 出身である、ありがとうございます。